うすぐる。まあね。ねえ今日さ、すぐるは何に参加するつもり？まだ決まってないんだったらさ、私と。おはようございます。え？二名様朝食でございますね。こちらの席へ。え？あ、うん、もういいや、気にしないでよ。それよりさ、今日の朝食気合い入れないと、あの世行きだよ。おはようございます。あ、龍河先生がいました。過去形？でしょ。あの、胃薬探しに。胃薬？ああ、学校の先生ってストレス溜まりやすくってさ。ね、すぐる。そうそう、それで胃の調子悪いみたいで。ふーん、学校の先生も大変なんだ。先生、ストレス溜まってたんですか？だって、ほら、もう片っぽの引率者が式場先生だし。あ、そうですね。召し上がってください。これから午前中のスケジュールを伝える。4つのカリキュラムの中から各自好きなものを選んで参加するように。社会勉強を兼ねているので、身勝手な行動はしないように。見に行かない？うん、カブトムシやクワガタがゴロゴロいるってさ。んじゃ決まりね。あ、それなら私も行く。ええ、昆虫観察。私もカブトムシ見たい。嘘ばっか。ほんとよ。
でもあんた大丈夫なの？大丈夫。だと思う。すぐる、こっちこっち。あっちの方が穴場だよ。だってさ、あれクヌギだよね。カブトムシとかってクヌギの木が好きなんじゃなかった？バーカ、そんなの一般人だって知ってて当然だよ。あっちで騒いでる一名は知らないだろうけどさ。なんでこっちに参加すんのよ。みゆきの魂胆お見通しだからよ。人聞き悪いな。そんなのこれぼっちも考えてないって。純粋に昆虫の生態を。一番人気なさそうなの選んで誘ったくせに。ぎく。見え見えよ。う、あー、リン、背中に毛虫。え、嘘、やだ、取って、取って。なんてね。みゆき、まあ、気持ちはわかるけどさ。でも、リンには無理だって。でも、行く。ふーん、泣き言言うんじゃないよ。言わないわよ、慣れてきたし。さようですか。んじゃ絶対足引っ張るなよ。ええ、昆虫観察に関してはね。覚えておきなよ、その言葉。もちろん。この辺にいると思うんだけどな。キャッ！耳元でキーギー何か言ってる。ん？あ、何？なんかいるの？カミキリだ。リンの肩のところに。なんか違うことでドキドキしてなかった？うん、ちょっと。私も昆虫嫌いで通せばよかったかな。別に。なんでもない。ってことは、カブトムシたちも期待大だね。よーし、探すぞ。
頑張って。カブトムシとかってそんなに簡単に見つからないんでしょ？クワガタたちが集会開いてるっぽいよ。ふふふ、一番でっかいクワガタゲット。まだまだ甘いの、スグルさんよ。みゆき、ちょっと見せて。あ、いいよ、ほれ。思ったより小さいし、痩せっぽっちね。このシャープさがいいんだよ。私はカブトムシより断然クワガタ派だね。ゴキブリに角がついてるだけみたい。ねえスグル、ちょっと勝負してみない？私のこのクワガタとスグルのクワガタで。じゃあ私も。リンには無理でしょうが。う、それでは今からクワガタ対決を始めます。おう。スグル君のクワガタ VS ミユキのクワガタ、時間無制限の一本勝負、始め。ねえ、まだやるの？当たり前、4勝2敗で負けてるんだから。はあ、来なければよかったかも。あ、ううん、ただ虫がさっきから妙に寄ってきてて、もう慣れて感覚なくなってきたけど。何してるの？リン、あんたなんかつけてない？え？あ、これってじゃん、アルテスの女の子向けの。うん、石器ガール。香水だよ。そんなに匂う？ああ、そこまで気合い入れてくる？昆虫観察に。別に気合い入れたわけじゃ。嘘つけ。え？匂いに誘われて寄ってきてるってこと。そうなの？あ、うん。ありがとう。ん？スグル、ハンカチ落ちたよ。ハンカチが。お約束のように風に飛ばされた。
スグルくん、大丈夫？気がついた。よかった。ダメよ。もう少し寝てなきゃ。脳震盪を起こしたんだし。水探してくるって。時間が経つと香りが変わってくるの。柑橘系からバニラに。ごめんね、香りきつかった。そう?よかった。